同じフレーズでつぶやくようにされてんやろんな。赤くて酸っぱい勢力の世論誘導。産経新聞2023年11月1日、増税のクソのメガネに進化した。令和代表の山本の太郎が予算入れ言及、首相、承知していない。へいのとスピーチはダメって決めやがったのに、こいつらはええんかやねんけど。この世の中、ちらこちらに工作員ってほんまにいるんですよ。昔は石化工作員って呼ばれてたみたいです。石化っていうのは赤く化けるって書いて、思想を友さんの主義に変えていくことなんです。友さんの主義に変えるのって結構簡単みたいですよ。赤旗の赤色は豚の血祭りの際の豚の血で染めた赤い旗なんですね。バルカン半島で豚さんブヒブヒの血祭りが行われました。そしてその血で染めた赤い旗を振りかざして、イエーイ、みんなこのようにしやーって言った勢力がございます。ここのお話をちゃんとイラスト入りでご紹介したいんですけど、これはまずいと思うので、にゃんこの映像でお届けします。ほんまにもう政治の世界って日本人的感覚を捨てて、味方のふりした敵フレネミーってのがいっぱいいるっていうことを認識して、私たち日本国民は資本主義国で日米同盟があるからなんとかなっている状態であることも認識すべきなんですね。いやでも自民を支持するしかないってことを知るべきなんですけど、難しいな。でも山本の太郎がとんでもでよかったよ。メロリン級。増税をしてないのに増税メガネっていうレッテル貼りをするっていうことに決まってたんやろな。日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中、保守保守うるさい連中も岸田の風民の評判を落とす使命があるんちゃうかな。私ずっと避けてる人をついついでパッと見て、こいつも増税メガネって書いてるって思って、私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実ごそごそして、 Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。小泉政権下で社会統計の実にお偉い肩書きが立派な素晴らしいとされる先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれて、政治学者ってこの程度でなれんの？てか社会党ってなんなん？その時の責任者の方が定年後に友さんの党員として生きる宣言をしたって聞いて、だからあの時理不尽やってんな、めっちゃ大変な仕事で十数年そこにいたのに、政治の話を担当した瞬間から、君はねこういうことをやってるんだよ、今までと同じことやってて、こういうことのこういうことを言いたいねんけど、ちょっとそれはやめとくわ。え、それが私の仕事じゃないんですかって感じで、書いたものバンバン消しやがんのよ。どういうことって。んで、パソコンの後ろでそれ消して、こう書き直してとかやられてて、これ私いらんやん、お前やったらって言いたくなんねんけど、まあこれを言ったらあかんなって我慢してたね。あ、これが金儲けっちゅうやつやなって思いながら。小泉さんのこと大嫌いやってんね。自民のことも嫌いやし、かといって社会党がええんかって言うと全然良くなくて、一度ミンスに任せてみようとかやりだしたやん。おかしいやろとか思って、頭がパニックになってて、 K の国のブーム作ろうとして、 K の国のこと絡めへんかったら企画書が通らへんなって言った。たまたま書いた企画書が通って、急に K の国に行かなあかん、お隣の行って資料まとめて通った瞬間、私外されてんすっげえな、こんなん初めてや。外してくれてよかったんやけどね、後々いろいろ調べていくうちに、あかん、もうここ無理って思って、衛生観念が違いすぎる。先人の書を紐解いてわかったんが、国民が選んだという形を取らせて、資本主義の世界を潰させて社会の窓主義の世界にいざない、後に友さんにしていく世界を一つにワンワールドっていう計画を企ててる奴らがいて、私たちが見せられてるものはおそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇、知らぬは日本国民ばかりなり。今現在の野党はオール酸っぱい悪い連中で、うちらの敵やで、フレネミーや、味方のふりした敵。資本主義と日米同盟がなかったらどえらい世界に陥れられる、あり地獄、這い上がられへんようになってしまう。これを守れるのは自民だけなんですね。日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中って極左かカルトやんなと思って、保守保守うるさい連中ってもしかしてニューソート運動やってんのちゃうのって。ニューソートに焦点を合わせたら面白いようにニューソートに繋がったんですけど、私10代最後でニューソートの牧師であるジョセフ・マーフィー先生の書にはまり、転職後潜在意識の活用ってすげーって
私なりのミラクルが起こったんです。潜在意識の活用って今で言う引き寄せの法則やねんけど、ガンガン引き寄せられててんなって過去振り返って実感してんねんけど、ジョセフ・マーフィー先生の書はほんまやと思うねんけど、翻訳なさった方が詐欺師やったやん。悪徳商法である催眠商法を作った島津の高一で、催眠商法は SF 商法とも言うねんけど、新商品普及会ってところでやってて、それが社会問題になって催眠商法ができへんようになったんで、日本にセミナーを定着させたんですよ。ジョセフ・マーフィー先生を利用する詐欺師いっぱいおんなってずっと思ってたんですけど、アムアムとかな。20代後半でスピリチュアルの勉強会行ってきてって言われたから、枯れ木も山のにぎわい風に人足らんのかな思って行ったら結構いたんですけど、なんやここ気持ち悪いな、いやもうここに降りたくない、雰囲気がきっしょ。トイレ休憩があって、トイレ休憩で、あ、用事思い出したって帰ってきたんです。そこから私はスピリチュアルウォッチャー。あの場に身を置きたくないけど、何をやってんのかは知りたい、知った方がええ。多分きっと新しいエイジ君やと思うね。新しいエイジ君のあかんところは、自分のことを神様やって思い込ませるって書いてあってんけど、ジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用も大体そんなもんやねんけど、ちょっとちゃうのよ。ジョセフ・マーフィー先生のご家庭はイエズス会の信者さんやってんけど、悪性の腫瘍にかかってもた時、ニューソートの層って言われてる方の心理療法をやってみたら、悪性の腫瘍3ヶ月ぐらいで消えた。うわ、すげえって。単純に、その凄さをお伝えしてたと思うねんな。で、教会になってしまうと、いらんこと吹き込まれて、革命戦士にならされてしまうんやなって見てんねんけど、保守の代表格の方が、ニュースキャスターなさってた方いらっしゃるやん。あれが一番最初、クリスチャンサイエンスモニターっていうところにお勤めやってん。宗派関係ないに関し。クリスチャンサイエンスって何かなって調べたら、ニューソートの基礎になった宗の教で、クリスチャンサイエンスって一人のおばちゃんが作ってんけど、おばちゃんに特殊能力なかったら信者さん集められへんやん。だから、心理療法家と抱き合わせて、その心理療法家が素晴らしかったんや。潜在意識に呼びかけると病気治ったとか。3回結婚してて1回目のご主人が、おそうめんの会員やったんですね。あ、おそうめんって自由なおそうめん屋さんって呼んでるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン。おそうめん劇場、おそうめん劇団員、すべてメイソンのことです。最初のご主人がおそうめんの会員で、おそうめんの様式で葬られはって、後にクリスチャンサイエンス作った時に心理療法を取り入れて、信者さんが増えて、おそうめんの会員にもなってええでっていう許可を与えはったんですね。それ以来、おそうめんと共生関係にあるんですよ。ここめっちゃ恐ろしいなって見てんねんけど。引き寄せの法則、マーフィー博士は、めっちゃ素晴らしかったと思うねんけどね。もう一人翻訳なさった方で、大島の純一さんっていう謎のおっさんがいたんですけど、大島さんって今何やってんのかなって調べた時、最初の方は分からへんかったんけど、ちょうどカミングアウトしてる時にゲットしました。T1 教の会&お幸せ御用達の教授、渡辺の正一先生。だからあの方、T1 教の会の世界の日報を絶賛する記事書いてはったんや。お幸せのイベントに出てて、あ、この人の話聞くんやめようって一切見てなかったんけど、やっぱ保守って宗教絡みやねんな。おそうめん絡んでるやん。やったんです。スピリチュアル界隈では、今は光と闇の戦いが行われてて、光側が勝ってて、これからの時代はパラダイスになりますっていう話があって、それを信じてる方結構いらっしゃって、光側がプーちゃん、ロシロシのプッチンプリみたいな名前の方や、キンピラさん、中野国の、それデッドチーム赤組やんか。社会の窓主義の世界に誘おうとしてるよな、やったんですね。国民が選んだという形を取らせて、資本を潰させ、社会の窓主義の世界に誘い、後に友さんにしていく計画に沿ってるよね。スピ。私は目に見えないものを否定してるのではなく、教会やセミナーに行ってしまうと、変なこと刷り込まれて、自分たちはええことやってるみたいなテンションで、国壊ししようとしてるやん。気づけよって思って、観察してるんですけど、まあ、気づけへんわな。宇宙人が仕切ってたっていうのを信じられる人に何を言っても無理やと思うから、ほっといたらええねんけど、保守保守うるさい方、スピにハマってる方、意識高い系のセミナーに行ってる方たちって、資本があかんものと思い込まされ、自民の票を割らせようとしてくんのが厄介やの。
そして親日の外国人やったらええねんっていう風に私たちの世界に入れ込もうとしてくるし、他の国で行われている気の毒なこと、かわいそうなことを浮上させて、うちら日本国民に何とかしてあげないとって思わせようとしてんのがただただ厄介、迷惑。これって統一戦線工作やってんのちゃうのって冷たく見てる方がいいですよ。統一戦線って同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作です。岸田の風味、昔男前やって今なんかちゃう人に変わってんのちゃうのって思ってしまうこともあんねんけど、私はあの時ですね、代表選ぶ時ですね、フーミンしかおらへんわと思ったんですね。カエルの子はカエルとか、タカイッチとかありえへんと思ってたんで。スピリチュアルにハマってる方たちって新しくできる政党を支持しがちですよね。先生、昨日逮捕された歌手、名前は伏せますけど、スマップの木村さんのママとスピの講演なさってた方で、量販店のクレーム処理に来られた方に包丁見せて刺すぞって言って逮捕されててんけど、確か 1,2,3 政党の沖縄やったかな、それの応援の動画お母様と一緒に出てたみたいで、これからどないしはんねやろな。なんか物騒な世の中ですよね。とにかく私たちは資本主義と日米同盟だけ守ってりゃいいし、他の国で行われている気の毒なこと、かわいそうなことは活動家の連中にお任せしといたらええね。私たちができないことをやってくださってありがとう、陰ながら応援しています、頑張ってくださいねって言っといたらいいんです。